疲れ様でした。ありがとうございました。本戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。今の試合いかがでしたか？そうです、まあ、4-2 で勝ったんですけど、内容的には自分の中で納得いくものじゃなくて、まあ、2-0 の8-4で勝ってて、そのゲームを落としてちょっと自分で流れ悪くしてしまったので、ちょっとまあ反省点の多い試合だったかなって思います。それは終わった後、田瀬さんとやっぱり話してたのはそういうことですか？そうですね、はい、まあ、自分自身ももちろん納得いってなかったですし、田瀬さんからももちろんいろいろアドバイスもらっていたので、まあ、もちろん勝ったっていうのは結果的にはすごい良かったですし、本戦行けたの良かったんですけど、まあ、もっともっと自分の先を見据えた時に、まあ、今の試合内容だったらちょっと、まあ、どうかなっていうような内容でした。まあ、本当に勝ったことはものすごく嬉しいですし、そこは評価できますけども、はい、ちょっとけど明日に、まあ、つなげたということで、はい、そうですね、あの本戦進出で、まあ、まだドローも決まってないですけど、まあ、予選上がるのもやっぱりこの大会はすごく難しいですし、世界ランク上げるために予選突破っていうのは、まあ、必須なので、まあ、最低限の、まあ、ノルマは達成したかなと思うんですけど、まあ、ただ彼でも勝つチャンスはいっぱいあると思いますし、まあ、必ず勝ちたいと思って次の本戦も戦います。明日一番早くても、まあ、23時、まあ、24時前なんですよ、はい、日本時間で言うと、はいはい、けど今日もファンの方すごくジンタック選手のことをすごく応援してたと思うんで、はい、ぜひカメラに向かってファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、まあ、日本時間の深夜の試合遅くまでご応援ありがとうございました。まあ、時差あるので遅くの試合が多くなると思うんですけど、まあ、引き続き応援していただけると嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。Sorry. Hello. Thank you. I'm also Japanese.